カボスは、みかん科の常緑紅葉樹、またはその果実で、柑橘類の一種である。カボスの未熟化カボスの成熟化ゆずの禁煙種で、枝には鋭い刺しがある。果実は、緑色のうちに収穫するが、こなすと黄色くなる。果肉は、紅白色で、多重であり、酸味が強い。果汁を絞って、食用とする。 共に、緑色で収穫されるスダチと混同されることがあるが、カボスの果実が100から150グラム程度であるのに、対して、スダチは30から40グラム程度と、大きさが異なり、また、カボスは、花鳥部のめしべの落ちた後の周囲が、ドーナツ型に、やや盛り上がるため、外観から容易に区別できる。主産地である、大分県薄木市では、 江戸時代に草原という医者が京都から苗木を持ち帰ったのが栽培の始まりと伝えられている。薄木市内には樹齢200年と言われた古木がかつてあり、現在も樹齢100年前後の古木が残っているが、大分県外にはこのような古木はない。このため、大分県原産とする説がある。カボスという名の由来は明らかではなく、文献で確認できるのも、 第二次世界大戦後のことである。代々の一種に、カブチ、カブスなどと呼ばれるものがある。平安時代の新婚助人による、本蔵和名に、クエン、和名カフチなどの記述があり、現代でも和歌山県から三重県にかけて、代々を、カブチと呼ぶ地域がある。また、1603年頃発行の、日報辞書には、カブースの記載があり、 1709年に刊行された、貝原駅県の山和本蔵にも、カブスについての記載があって、その名の由来は、麹が生まったものとも、乾燥した皮をいぶして、かよけに用いるからとも記されている。さらに、愛媛県の一部で、みほかを、カブス、大阪府の一部で分担を、カボソと呼ぶ地域があった。しかし、これらの柑橘類の名称と、 カボスとの関連も不明である。漢字のカボスは熟字群、後半はずは当て字である。2018年の日本全国の総収穫量は5460トン。都道府県別の収穫量は大分県、宮崎県、福岡県の順で大分県が全国の99%を占める主産地となっている。また、カボスには表年と裏年があり。 表年に当たった2009年の大分県の出荷量は約6600トン、2010年は約4200トンと見込まれた。大分県内では、薄木市、武田市、文豪大野市、国崎市での生産が多い。出荷期は、ハウスものが3から7月、路地ものが8から10月で、10月中旬から2月には、貯蔵ものが出荷される。カボスの果汁は、 酸味に富むとともに、独特の香りを有しており、刺身や焼き魚等の薬味として、あるいは鍋料理のポン酢や酢ももの物等の調理に用いられるほか、大分県では、味噌汁、麺類、焼酎などにも、少し果汁を垂らして、風味をつけることもある。また、果汁や果肉を用いた、調味料、ジュース、清涼飲料水、評価、スナック菓子、和菓子、洋菓子、 種類等の加工品も販売されている。大分県では、カボスを加えた飼料で養殖したブリやヒラメを、カボスブリ、カボスヒラメとして売り出している。ブリ等の魚類の飼料にカボスを加えると、カボスに含まれるポリフェノールの効果で、切り身の変色や臭みを長時間抑えることができると、される。2003年に、大分で開催された、全国都市緑化フェアでは、 カボスをモチーフとしたカボタンがマスコットとされた。カボタンは、フェア終了後、大分県カボス振興協議会によって、大分カボスのマスコットとして採用され、2005年からは、カボスに限らない、大分県の地域振興全般に利用が広げられている。大分カボスは、地理的表示保護制度に基づいての保護対象として2017年5月に登録された。 ありがとうございます。